打撃だったら負けないよっていうね。あ、だからイキリストさんもちょっと打撃だと分が悪いなって思ったんじゃない？だから勝てる試合しかしないのかなやっぱり。うん。でもちょっと一言言わして、一言言わして、あのさ、あ、ミリちゃん20個ラスカイ対応メルトありますラスカイ、一言言っていい、一言言っていい。2月の10日明日なんだけど、明日に試合を控えてるのにね、ルイージがあのイキリストと試合したんだけど、あれもしかしてね、怪我がなかったらいいんだけど、怪我があった場合どうすんの。ゼロワンとの真剣勝負があって試合を控えてるのに怪我でもしたら、それでゼロワンと戦った時にルイージが負けた、それは怪我があるから負けたって言われちゃうんだよ。あの試合は本当にあの試合引かれてるのにやめてほしかった。あれはちょっと終わってからの方がよかったな。10日ね、本当の試合があるのにさ、みんな楽しみにしてるのに、あそこであの試合はないな。20個です、リーチャーです。そうでしょ、10日の終わった後にやればいいんだよ。もう一回終わってからね、どれだけの人が楽しみにしてると思ってるの。これ0番切れてもいいよ。ゼロワンが現場に行ってね、お、俺が対戦する相手傷つけんなよ、それは大義名分があるよ。ゼロワンがもうあの現場行ってあの試合止めさせる権利はあるよ。うん、許せないでしょあれ、怪我でもしたら。あ、ゼロワン切れていい、あれはマジで。それでルイージが怪我でもしたら、それは負けた時に言い訳になっちゃうじゃんね。そう、ゼロワン何やってんの、ゼロ寝てんの、寝てんの。うん、ダメだよ寝てちゃ。あ、台本なの。うん、うんこ食ってます、すいません、ナイスだけお願いします。寝てんのか。うん、で6000人それ、ゼロワンですごいね。でもね、もうさ、ゼロワンとルイージ戦わなくてもさ、分かっちゃった人いる、これどっち勝つか分かっちゃった人いる、もしかしてどっち勝つか、どっち勝つと思う、これルイージとゼロワン戦うんだけど、どっち勝つ、これ分かっちゃった人いる、気づいちゃった人いる。あ、1個です。あー、気づいちゃったじゃんこれ。あー、そうなっちゃうよな。いや、これでルイージ勝つとか言ってる人いる？これオッズにしたら、寝技でグローブだったら使えないです。なんなの、俺も思った、あのさ、寝技ありでグローブつけるとなんなのあれ、初めて見たの競技。普通オープンフィンガーじゃない、寝技ありって。俺ボクシングかキックボクシングだと思ったの、寝技ありのあの何あれ、ボクシンググローブはめちゃって、あれはなんなの、ありなの、あれあり、なんチョーク決めてんの、でっかいグローブでチョーク決めて、血が出たらやばいから。いやー、ちょっと作戦なの。いや、でも寝技は強いんだろうね、イキリストさんね。寝技すぐ入ったよ、バックマウントとダーッて取ってすぐチョーク入ったね。うん、いや、これボクシングでやったらこれ分かんないよ、これルイージさんの方が強いかもしれない。うん。あ、レスリングやってたんだ。で、俺ちゃんとさ、配信外でさ、LINE で教えといたんだよ。ルイージに。お前、イキリストさん、裏情報だけど、テコンドーのチャンプだよって。ビビるかなと思って。そしたらビビんなかったね。やってたね。あ、勝てると思ったんじゃない？細いでしょ？細いから、勝てると思ったんだよ。なあ、ルイージ油断しただけだよ、あんなの勝てるよ、ドンつく。ラスコです、トモアさんです、ありがとうございます。うんこ、人のうんこ食って花火もらっちゃって、すいません、ナイスだけお願いします、右下ナイスだけ、MMA ルールですよ ね。だ、最初は MMA ルールでって言ったのに、ルイージがあのルール分かってなさすぎた、ちょっと格闘技全然知らない人だから、バスケしかやってこないから、もうちょっとね、あ、これ MMA だ、これありなんだってさ、そこで
エスケープしないと、こう入ったらもうすぐね、うん、 MMA 知らなすぎたね、ちょっとね、うん、ルイジの弱いのもあったけど、あの後ろからチョークが来ると思ってなかったんじゃない、でっかいグローブだし、で気がついたらあっという間に落とされてたんでしょ、落ちてないって言ってるけど、イギリスとの勝ちで文句はないですね、一応運営からは、だけどゼロワンとの試合が控えてるのに、あのいきなりああやってね、試合はやめてほしかったです。まだ怪我してないからいいけどね、あれルイージが怪我してたらゼロワンとの、あのメインのねカードが台無しになっちゃう。これイギリスさん怪我させてたら叩かれてたよマジで、怪我しなくて本当に良かった。言い訳になっちゃうからね、ルイージが負けた時に。でゼロはもう嫌だしね、怪我してる状態でね、メインを飾るわけだから、うん、で俺がゼロワンだったらあの試合を止めに行ってた、ふざけんなって、俺の対戦相手に指一本触れるなって。ここでゼロワン勝てば好感度アップどんつくやつかですね、全部多分これ台本なの、これ台本、これゼロワンが勝って全部持ってっちゃうみたいな、これ台本なの、これ。これ思ったんですけど、イギリスとゼロワンの方が面白いんじゃないか、これルイジ頑張ったけど、台本なのこれ、うんでしょ、台本じゃあイギリスとゼロワンの方が面白いんじゃない、面白い試合するんじゃない、20個ラスコイヤです、アリーチャリです、思いません、これもう結果分かっちゃってるじゃん、だってこれ、うん、ルイージの好感度なぜか上がった、なぜか上がったんだけど、ルイージにあの リスワンを応援してる方、まあリリーさんなんだけど負けちゃったね。なんでルイージさん応援する方ってリスワンいつも取れないんですか、これなんで、まあ、好感度上がったんだけど、うん、本当に狙うんだったらリリーさんもっと早くからぶん回さないと、うん、じゃあゼロもパワーがあるから、パワーが僕の弟子だから、まあリスワンお預けですね、うん、納得いかない、あ納得のいかない方右下ナイスお願いします、ナイス押してありがとうございます、結局誰が一番強いんだろうね、フワッチで格闘技やらしたら、うん、ミニラさんがちょっとよくわかんないね、あ、タイ、ありがとうございます、ミニラがちょっとわかんないけど、ケイノスケが強い、あ、ケイノスケ、いや、ケイノスケは一応さ、置いとこ、あの子プロじゃんね、プロだから、あ、中田会長ミニラに似てたんだ、あ、ミニラする、あー、ミニラさんね、あ、雰囲気は似てるかもね、雰囲気は、10個がすごい、シャバはいいですよ、シャバは、お姉様、シャバ最高、マジで、自由、あ、右七ね、右七が強いか、やっぱり、ケイノスケ置いとこう、あの子プロだから、ブレイキングダウンとか出てるから、せいちゃんとイキリスト戦ってほしい。あーね、でも体重差がありすぎるからちょっとやってくんないんじゃない、そこは肩痛い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 、やっぱゼロが強いか一番、うん、シャバのカバです、シャバに出てきました、お前まずあれ払ってからね、うん、いや俺ね思ったんだけど中田会長も強いと思うよ、まあまあラガーマン体験してるからね、すごい強いよ多分本気で喧嘩したら、うん、強い、あのバカにしてる人いるけどマジで強いよ、あの多分、うん、喧嘩とかやってたんじゃない多分、うん、バカにしてる人いるけど本当強いよ、体幹も強いと思うよ多分、ゴリゴリだ筋肉、ラガーマンみたいな、だから俺一回相撲したいよね、中田会長と一回ね、肩治ったら、肩ちょっと今言わしちゃってるから、うん、ちょっとアウトローっぽいから
ちょっと可愛い顔してるんだけど、うん、おかえりなさい、どんつくらすこい、大花火です。あー、ありがとうございます、社長、ありがとうございます。社長、フォロワー丸見えっすよ、丸見え、全部見えちゃってますよ、フォローしてんのいいんですか、再戦来た、ボクシングでやるって、再戦来たの、手術終わった、来たの、ちょっと見ましょうか、したら解説しましょうか、ナチさん強いね、再戦来たの、再試合来た、一緒に見よう見よう、じゃあ本当にないの、どっち、どっち、ないやん、ないやんか、ないやんか、もう外出てるやん、ないやん、嘘張って、うん、ないやんか、あれでやったらかっこよかったんだよね、うん、ボクシンググローブして総合ルール謎、レフェリー、ウィキウスと仲良し、納得いかない、ナイスしました、ありがとうございます、ですね、いろんなことがね、納得いかないですね、グローブで総合でチョーク狙ってたね、狙ってましたね、完全に打撃だとちょっと分が悪いですよね、ちょっとルイさん太いもんね、ちょっと、うん、ルイージ大人だったね、ちょっとね、あそこで頭下げてね、土下座してボクシングでもう一回やってくださいって、うん、反則か、あれ反則なの、あれ、うん、反則、うん、好感度上がっちゃった、ルイージの、これじゃあエミ太郎と別れて一人でね、配信したらこれ天下取れるんじゃない、ルイージのね、えルイージのアンチが一気にいなくなったんじゃない、これ、うん、あ、大丈夫、暑いぐらい今、大丈夫、ルイージ見直したでしょ、格闘技ってすごいですよね、あんだけアンチいてもああやって見せ方次第でアンチがいなくなっちゃう、イキリスト嫌いになっちゃった、ルイージのツイート見て、退院おめでとうございます、どんつくらすかい、ありがとうございます、ありがとうございます、コウさん、ありがとうございます、退院しました、あ、リリー枠でルイージの応援多かった、うん、車ぶつけたのにそのまま逃げた、いつよ、いつよ、ナイスアレです、いつ、今車ぶつけた、今誰が、誰が逃走中、ちょっと待って、それまずいぜ、リリー、ミラーぶつけただけだからって、それだ、それダメだよ、それは左ミラー、左リリーじゃなくて左ミラーぶつけた、リリーさんなんか車なんか運転しないでしょ、どういうこと、誰が運転して、リリーは運転してないでしょ、誰が運転してる車よ、誰が運転してる車、ミニラ、ミニラが運転してんの、ミニラが運転、ミニラ、ミニラが運転してんの、ミニラの左、中田ミニラ、誰、中田ミニラ、リリーさんと中田会長って仲悪かなかったっけ、なんで一緒にいるの、ちょっと意味が分からないんだけど、情報が多すぎて、スノボ帰りで新宿にいたミニラ、ガチのミニラの方ね、ガチのミニラの方の車を、乗ってたのね、リリーが助手席で、あらららら、それミニラやばいわ、当て逃げ、それやばいっすよ、当て逃げは、当て逃げやばい、うん、あ、ルイージさんツイートしてます、
イキレッサさんに乾杯した。無邪気でいいやつなのかもしれない。顔も可愛かった。悔しくて泣いた。応援してくれた人ありがとう。ごめんなさい。皆さん、ルイジさんツイートしてます。もしよかったらいいねお願いします。反省してます。これ増えたじゃないですか、ファンが。好感度アップ作戦。大人ですね。大人じゃなきゃこういうのを見てるからね、リスナーさんはね。ちょっとミニラ本当なのそれ。ちょっと電話する。当て逃げ。ちょっとミニラさん電話しますね。電話します。ちょっとおかえりドンツクラスコイ、あんちゃんありやすラスコイ。出ないね、出ない。あ、よっちさん、大花火ドンツクラスコイやります。運転中、それダメですよ。それちゃんと警察呼んでちゃんと処理しないと大変なことになりますよこれ。エンタメじゃないですよそれ。ひき逃げした？ブロック塀？いやいや、ダメ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 。ブロック塀ダメよ。逃げたらあかんで。こんな時新宿に俺がいたら現場検証行ってたのに。場所分かります？どっか。明日ちょっと東京行くんで現場検証しますけど、頼りたくないって何？物損でしょ？勝手にしてじゃないよ。ダメだよ。ダメダメダメだ。現場検証、場所分かるよ。誰か事故処理は絶対しといた方がいい。あとあと揉めるからそれ、炎上するよ。ずっと言われるよそれ。どこら辺か分かる人います？歌舞伎町付近しか分かんない。外カメだった？インカメだった？外カメインカメどっち？見てる人いる？目撃者いる？炎上したよこれ。インカメじゃ分かんねえよ。マジか。インカメか。ブロック塀ダメだで、それちゃんとやらんと。ああそうなんや。ブロック塀にぶつけるってどこ？ルイジンチの方、もしかしてあの狭いところ。現場がどこだったの？ボクシングジムから近いところ。やばいでそれ。狭いって言った。あ、ナイスお願いします皆さん。うわあかんで。せいちゃん単位おめでとう。どんつくらすかい。あー、ハイさんね。ハイさんありやす、ありやす。あそこの枠でずっとコメントしてたでしょ。おかえりなさい。どんつくらすかい。ありやす。でもせいちゃん面白いって言っててくれたからよかった。ありやす。見てますからね、ハイさんもね、皆さんも。あ、ゆうさんありやす。そう、ミニラがちょっとね、あだ名、勝手にあだ名つけすぎて情報が錯綜しちゃってる。本物のミニラなのか、中田会長今日なんかミニラミニラって言われてて、もうよく分かんなくなっちゃった。200ナイスありです。戻ってる？あ、現場に？オッケーオッケー。そうじゃないと。警察呼ばないと。ミルキー丼作らすこい。さよめとありです。戻らないとダメだそれ。ミニラか、ミニラ会長か。エンタメなの？今来た、簡単です。お願いします。ドンツクラスカイミルスありです。ですね、まあいろんなことが起きたね今日。いろんなことが、まあリスナー争いから始まって、まあリリーさんとね、まあウイタンさんがまあリスナー狙いで、まあ炎上なんですよ2人とも。で、何をしたかっていうと、リリーさんの枠であのルイジさんが一緒にいて、でイキリストさんが黒川ハイツに行って煽りに行ったんですよ。そう、それで、あの、それに対抗したウイタンさんが自分の彼氏をね、閲覧3000で顔出しするって言って、顔出したら、5000人ぐらいいたんだっけ？ 6000 人ぐらいいったんだっけ？ほんで、こっちはこっちで、あの、
イキリスト対ルイージキックボクシングなんか総合ルールで戦うってなってそっちも6戦ぐらい行って どっちが強いんだみたいななんか戦いが見えるみたいななって結局ルイージが負けちゃってでリスワンはウィタンさんに持ってかれたっていうでルイージがついた方はリスワン取れない説みたいな顔出したらしいです、リリー VS そのウィタンでリリーさん負けちゃった疫病神なのかもしれない、いい勝負だったんですけどね、まあ、2000人ぐらい差がついて負けちゃったらしい、あれ水増しじゃないのウイタンと中田会長顔出しで5000人行く説明ありがとうねどんつくらすこいあれです。あれ水増しじゃないそんな行く跳ねるだってあのゼロワンさんツナちゃんいろんな女の子入荷して2500人だよ頑張ってあんなツイキャスも貸してよなんでねウィータンと中田会長で6000とか行くの水増しじゃないのあれ怪しくないあれゼロワンツナ入荷して3000よおかしないありえないなんで5000人で湧くのいきなりどっから湧くの絶対水増しだと思う俺と信用できないこのサイトマジで怪しくないうんだってもう顔バレてるわけじゃんバレてる人がさ顔出ししますね3000いったら出しますよって言って5000とかなくない本当に5000人いるのあれうん俺1300人のうんこ食って俺も水増しなんじゃないこれ俺いつも5600だよいつもうんあ三浦さんどんつくらすくやほんとふわっちってわけわからんよねうん俺もやってみる水増しで1300水増しあるよな運営が好きなのその配信者をしたいってことうん、本当にさあのタヌキかキツネでやったか分かんないけどその3000人ぐらいいたのかなタヌキかキツネ3000号さんとか4000号さんとかいたの見てた知るコメントどっちだったの今日タヌキキツネいなかった見てないそういうとこ見てよプロレスさそういうところタヌキ何号さんじゃあタヌキでやってたんだったらタヌキ何号さんとかさ1500とか2000とかさ2000台いないんだ見てた人教えて最高な何号さんいたのわしはね2週間後です5000人な見てた人いないの見てた人少なくない本当に5000人いたの途中からきつね見てた人いる少なすぎん本当は5600なんじゃねえの見てた本当に5000人いたの4000人いたけどコメント書いてる人が何人ぐらいいたの俺水増しだと思うけど1295だったほらうん水増しだよこれ本気でさ配信やってる人からしたらさやる気なくなっちゃうよこれ平気で水増しとかされるんだったら3000号はいなかった最高6500人絶対ありえないんだけど水増しを疑うよ俺うんそうリスワンを踏めばいいだけ喫煙してからコメント早かったここも水増しですよタヌキで1200か1800だった？ちょっとティッシュちょうだい。ティッシュ。うん。袋に入ってる。あ、入ってるか。今日退院したんですよ。肩まだ痛くて。今日ね、三つにね、ごめんなさい、ね、間違えちゃった。ごめんなさい。間違えちゃった。すみません。お風呂ね入れてもらって
あの全部洗ってもらってね、あとすいませんどん作らすこれ、あ、お姉さんすいません間違えちゃってすいません、あ間違えた、見ちゃいます、すいませんごめんなさい、ガチで間違えた、ガチでもう、ういたいな、だから今日ね、俺全身麻酔してるから昨日その後遺症頭回ってないんですよね、全身麻酔してるんですよ、全身麻酔、そう頭クラクラしてるんですよ今、すいませんごめんなさい、元気じゃないんですよ、うん、キレがないんでしょ、キレがない、頭回ってないんですよ、とりあえずなんか配信しなきゃな、しなきゃなと思ってたら、何この閲覧と思って5000、6000と思ってどないなってんのと思って病院戻るか、うん、そう今その話してたがしょうがない、その話したやっぱり、うん、許せない、ウイが Z ポーズして、え、そんなんしてんの、こんなんしてんの、絶対嘘でしょ、しないでしょ、そこはしないんじゃない、ムカつ、やってたの、なんでなん、これこうやって、それちょっと著作権じゃない、著作権じゃない、それお金もらわないと、なんでどういう時に、許せない、売名調子乗ってんなマジでずっとやってた、弟子じゃない可愛かった、なんだ、知らん Z の弾幕も飛び交ってた、でもさ俺ちょっと悲しいよ、ちょっと悲しい、あのさ炎上系になっちゃったんだと思って、50個ありやす、あらすごい、ハンペがありやす、マオ君ありやす、東京行ったらよろしくお願いします、詳しく、うん、あのちょっと炎上系になっちゃったのかな、うん、炎上系になっちゃったの、なんかクルちゃんとかマユちゃんとかと一緒のなんかさ、なんか見えてきちゃった、最後はさ、いろんな男に抱かれてさ、ポイ捨てされて、かそって、ね、が病んでさ、やめてっちゃうのかな。うん。ちょっとあれ、残念だよね。閲覧中になっちゃったよね、ちょっとね。うん。何でもやるんだよね、閲覧のためだと。ちょっとね。うん。もう一人でさ、けなげにさ、閲覧100でもいいじゃん、200でもいいじゃん、ね、赤飯耐えてた方が絶対良かったと思う、うん、あれはちょっとね、変わっちゃったな、うん、誠司さんが一番でしょ、そうでしょ、うん、ダメだよ、男芸やりだしたら、うん、わかるかな、閲覧やっぱ1000人超えちゃうと100人200人だとなんか沸かしたくなっちゃうんだろうね、多分、あの多分あの短命だと思うよ、そっち系の炎上系の女子は短命だと思う、消えちゃうかもしれない、だってかそったらさ嫌なんでしょ、閲覧ってなっちゃってるわけでしょ、あんなの毎回できないし、炎上したら相手も減るしね、やり方としては下手だ、下手くそだから、もう女の子なんか閲覧いらないって俺前から言ってんのにな、うん、ね、閲覧ってなっちゃうとそうなっちゃうんだやっぱり、うん、長続きしなくなっちゃうやっぱりね、かわいそうだよ、負けたくないってのは分かるけど、そこはもうね、女の子はもう閲覧いらないんだって俺何回も言ったじゃん、女の子はアイテムだって、好感度とアイテム、好感度なくなったら終わりだぜ、うん、男と閲覧張り合うの時点でもうダメなんだって、うん、
タメになっちゃうね。うん、いや未練はさすがにないです。もう口酸っぱく言いますけど、僕は未練はないです。負けず嫌いにも程があるよ。うん、カップル配信できない人だって、ずっとは離れてんだから、東京と大阪で。うん、あれが一番でじゃないですよ。うん、ちょっと残念ですね。ちょっと炎上系に走っちゃってるんで。ああ、麻酔効いてんの俺まだ。全身麻酔ね、昨日したばっかなんですよ僕。頭ぼーっとしてるんですよまだ。ごめんなさいね、なんか変なこと言ってたら。うん、ナイスだけお願いします。うん、全麻が効いてるんですよ。入院生活、マジで苦痛でした。うん、まあ将来のクルちゃんをなんか彷彿させるよね、ちょっとね。とりあえず沸かすだけ沸かしてみたいな。全麻、全身麻、専門配信です今。ちょっとね、頭クラクラして、うん、食事はね、パンチがなかったですね、やっぱり病院食だから。でずっとね、昼間にね、工事の音がしてプシュプシュ言ってるんですよ。それでも寝らなくて、昼間も夜も寝れないでしょ。あ、せいちゃんお帰り、待ってたよ、どんつくらすこい。あ、さくらさんやす。あの、やむね、やっぱり病院で、寝てるといろんな声とかするしね。なんか夜聞こえてくるんですよ、おばあちゃんが。退院おめでとうございます、みつさんもお疲れ様でした、ありやす。あ、さあ、ありやす、ありやす。うん、なんか変な声が聞こえてくる。夜ね、うめき声が。うん、いつ東京帰る？明日ですね、明日。怖いよ夜の病院。うるせえな、間違えちゃったんだよ、しょうがねえだろ。間違えることあるだろ、ダメなの間違えたら。うん、謝ったし、ちゃんと間違えちゃった、しょうがなくない、間違えることあるでしょって。配信者なんだから、あっちね、あるよ。うん、ごめんなさい、ガチでごめんなさい、それは。すいません。うん、俺バカなんだよ多分、バカ、頭回ってない。うん、そう、まだ付き合ってくれないんだよ。ミツ、ミツ、ミツどっか行っちゃった。ミツ、麻酔が抜けてない。ミツ、皆さんナイスお願いします、ナイス。間違い誰でもあるよ、怒ってんのかな。ミツ、ミツさん、ツナにタクシー代あげてましたね、5,000円。うん、でもいらないって言ってました。お前そういえば、ミツ、ツナに5,000円渡してなかった、タクシーで。いらないって言ってた、貸してはないし。そう、貸した人にさ、いくらって書いてたじゃん。ミツに5000円って入ってないなと思って見ててさ、あれと思って、あれと思って、いいのって、もうええよ、名前出さないでほしいですよ。うん、リリーさんが調べくれてるの？リリーさんは関係ないと思うよ。運転してたのミニラでしょ、ミニラが当てたんでしょ、ブロック塀に。リリーさんは同席してただけでしょ、助手席に。うん、コメント3つでいっぱいだった。どこで、どこの枠で、もうやめてほしいね。うん、ミニラが悪いんだよそれ。逃げてる、電話して、ちゃんと現場に行ったんじゃないの、戻ったんじゃないの。ツナ言ってた、ミツに5,000円って、ミツの株上がってる。
同情も犯罪？いや、どうなんだろう。出ないね。逃げたの？出ないです。出ない。逃げたの？それワンチャンね、バンになるよ。そういうのちゃんとしないと。だから俺さ、俺一回会ったんだよ、配信中に。猫間ちゃん乗っけててさ、駐車場で、コインパーキングで風が強いしさ、猫間がドア開けたんだよ。そしたら隣の車にバーンって当てたんだよ。音入っちゃったんだよ。俺ちゃんとやったからね、処理。隣の車の運転手が帰ってくるまで警察も呼んでね、俺ちゃんとやったもん、処理。すいませんでしたって謝って、許してくれて、でお金払いますって言ったけど、あっちは受け取んなかった。あの、配信してる以上はそういうのちゃんとやんなきゃダメだよ。あったでしょ。うん、そういうのダメだよ。叩かれるよ、ずっと。うん、その人いい人でよかったけどね。あ、いいですいいですよ、こんな会社の車だから。そう、逃げちゃダメだよ。そう、飲み物買って渡した。よく覚えてんね。警察呼んだ呼んだよ、俺呼んだ。俺呼んだよね、警察ね、新宿。そう、警察呼んで、で持ち主が帰ってきたんだよ、警察と一緒に。そうで、猫間がすいませんって言って。そう、逃げちゃダメだよ。だからちゃんとちゃんとそうやって謝ったら許してくれるんだから。そう、サメちゃんいた、サメちゃんいたから絶対逃げらんねえじゃん。お前ダメだそれって言われるじゃん。そう、申告した俺ちゃんと、すいませんでしたって。俺がぶつけたんだったらいいけど、猫間がぶつけたからもうしょうがねえなと思ってね。もうこういうのはちゃんとしないと。うん、誠意を見せればちゃんと許してくれるから。うん、なのにこうやって逃げちゃうでしょ。だからダメなんだよ、配信中に。これ映画になるよ、ミニラ。これ教えてあげないと。ミニアさんの囲いいる？あのアイテムつけて、あのバニーだからちゃんとあの自己処理しなきゃダメだって教えてあげなきゃダメだよ、囲いが。うん、結構入っちゃったんでしょ。みんながもう目撃者なんだから、逃げらないんだから、ちゃんと戻って自己処理しないと。囲いいないの？ミニアの囲い戻ってる？うん、がっつりとした。あとリリーさんも あんなでかい現場連れてったでしょ、ルイージが。あいつバカだなと思った、リリー。イキリストがさね、あのフェンディのセーター脱いでさ、あのピチピチの服にね着替えるのに、乳首で出るの分かってないっていうか、映しちゃってる乳首。カメラワーク下手くそすぎる。ああいう5000人とかのでかい現場にリリーさんがカメラワークしてんのがちょっと、うん、男までワンチャンダメだと思うよ、あれ。分かってないわ、あれ。なんて BGM とか入れちゃってね、もうほんとダメだなと思って。うん、ねえ、アングルダメでしょ、分かってないわと思って。うん、カメラアングルちゃんとしてよって。あ、 BGM ポンさんがやったの、あれダメだよ、あれ BGM 入れたら。うん、みんなイライラするじゃん、あれね、手持ちでしょ、あれダメだよね。なあ、大食い競争じゃねえ、あの BGM。 うん、フェンディ、あんなフェンディ売ってないって、あれ偽物って言ってるけど、偽物なの、あれ。さすがに本物でしょ。プラチナプラスだよ。ねえ、偽物あん買うわけないでしょ。うん、それはないわ。偽物はないわ。ロゴがでかい？本当に言ってんの、それ。偽物買うかね。あれ、エンディなの？フェンディじゃなくて？エンディ君いる？ちょっとエンディいる？あれフェンディじゃなくてエンディなの、あれ。 F が入ってないの？
エンディ、エンディなの？ランディ、フェンディでしたね。エンディだった？西成？エンディも本物着てない。いや、エンディは本物着てんだよ。エンディはガチでヴィトンのジャケットとか着てんだよ、ジージャンの。だけど本物だからあれを結構ヘビーローテーションしてるんだよ、本物だから。うん、偽物だったら毎回あのハイブランドで、まあ、セーターだったりトレーナーパーカーとか着こなしできるけど、毎回ね、あの本物を持ってるんだよ、エンディ君は。だけど本物1着しか持ってないからね、エンディは毎回同じジャケットを着るわけ、ヘビーローテーションで。そう、あの子は本物なんだよ。そうだから、エキレストさんはいや、あれ本物だと思うよ、偽物買わないと思うよ俺。そう、エンディはあれしか着てないイメージになっちゃ う, そうだから、知ってる、あのね、プラチナプラスだからって言ってハイブランドのね服買わない方がいいんだよ、知ってた。あのガチのお金持ちだけああいうの買っていいのは、毎日同じ服になっちゃう、それ。フェンディとかヴィトンのパーカーとか買うと15万とか20万とかするでしょ、そんなの毎日着れないでしょ。同じ、もう毎日同じの着てないってなっちゃうから、あの本当にガチの金持ちじゃないとああいうハイブランドのパーカーとかセーターとか着ちゃダメ。うん、着回しが大変でしょ、着回しが。うん、そうだから、ユニクロパーカーでいいのよ。うん、ああありがとうございます。そうね、そういいの、パーカーなんか1万2万円ので、そんな 何十万もしなくて、なんかカルチューでしょ。右下ないです、お願いしますね。うん、さっき名前間違えた、ごめんなさい、間違えた、もうやめてよ。あ、非公開できた。全部見えちゃってる。社長。うん。ミーナ始まった。うん。いや、せいちゃんね、現場にいなかったからさ、うんこ食えなかったよ。うん。俺がカメラワークやりたかったよ。あ、警察来た。ああね。まあね。うん。いや、でも、本物だと思うよ俺は、フェンディ。だってあの誰だっけ、あ、テルチャンピンになんかほら酒かけられてあそこまで切れるってことは、あれ本物だと思うよ。あれパチモノであんだけ切れないと思うよ。服命のとこあるでしょ、あの子ら。ポン君とか、なんで太郎君とかね、えあと誰、なんかフワッチの F4 いいじゃん、フラワー4、若い子が今誰やね、若い子は今、あれが F4 なんじゃないの、俺たちの F4 じゃなくてガチの F4 いるじゃん、イケメンで Z 世代のいるじゃん、あの子らすごいじゃん、金持ちで。太郎、イキリスト、太郎、ポン、あ、誰もう一人なんだっけ、ほら2文字の最近、あ、コヨくん、これガチの F4。うん、全部4人、イキリスト、コヨ君、ポン、太郎、ガチの F4 いるでしょ、フワッチのフラワー4、コヨ君、あの子らはガチの F4 だと思うよ。うん、だから俺たちが作った F4 はもう笑われちゃうよ。何が F4 だってやれちゃうね。うん、いや、イキリストも入ってるでしょ。うん、俺たちが偽物だよ。うん、俺たちはもうダメ。うん、オジフォーダメ。あの子ら本当に金持ちだわ、ガチの。でちょっと小耳挟んだっていうか、コメ欄見ててちょっと心配だったのが、コヨ君がほらプラチナプラスでしょ、で金の使い道、ギャンカスって書いてあったの。これね、誰もが通るんですよ、フワッチでいきなりパーンって入れちゃうと。若い子がね、これ金の使い方知らないから、これギャンブルに使っちゃってるんですよね。そこが心配。
ギャンカス、コヨ君ギャンカスとか書かれてて、それが心配だわ、なんかギャンブルにハマっちゃってるって。これ誰もが通るんですよね、ふわっちで売れ出すと。うん、まあ、小前くんもそうなんだけど、あのね、表で使ってる人はまだ安心なんだけど、裏で配信外でこれね、これギャンブルハマっちゃってると誰も止めらんないし、もうどん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 こうヒートアップして熱くなっちゃって、やめるにやめれなくなっちゃう。そう、これ気をつけてほしいね。これ誰か近くの人いたら金銭感覚おかしくなっちゃう。うん、サプリくんもそうでしょ。これが本当に今プラチナプラス若い子でねなってる子、うん、これがちょっと心配です。うん、おじさんからしたらね、ちょっとプラチナプラスの、まあ、先輩から言わせてもらうとね、ギャンブルハマっちゃうんじゃないかな。そう、だいぶ使っちゃってるぞ多分。大丈夫か、誰もが通るんだよこれで。 ずっぽしハマっちゃう人はハマっちゃうしね。インカチとかね、これ大丈夫かこれ、小夜くん廃人になっちゃうぞこれ、やめないと。何のために配信してるのか、もうギャンブルのために配信してるってなっちゃうと、カジノ系はやばいぞ、抜けらんねえぞ。うん、誰もが通るからね。でもこれは本当気をつけない、ダメだよこれ。今見てる人いる、ふわっちでね、ふわっちドリーム掴んで、あの金の使い道ね、うん、服とかね残るんだったらいいけど、ギャンブルで使うと残んないからね、マジで。で税金も払わなきゃいけないし、大変だよギャンブルハマっちゃったら。うんね、100万なんか余裕で使っちゃうでしょ多分そういう人は。うん、そう、ギャンブルやるんだったら競馬だね、競馬やるな。パチンコなんかあんなの時間がすっごい経つしね、時間かかるし、で負けるとき負けるし、あのマジで効率悪い。パチンコで打つやつはバカだと思う俺。大花火ドンツクラスがやります。体は大丈夫、痛いところはないですか。あるんですよ徳井さん、まだ肩痛くて、肩痛くて、いやパチンコはマジでやめた方がいいです、効率悪すぎる。競馬の方は全然いいと思う。うん、夢がある。だってパチンコって勝っても20万だよ、競馬って100万200万勝てんだよ、 10万使って。わかります、あんな何時間も12時間以上打って10万負けてね、イライラするでしょ、時間が無駄。ファンタスティックアリアス、お前がアラブ席を見るとトークさまたち来よと、スネちゃまになった時スネさそうりゃあれです。これね、裏で僕たち賭け事したんですよあのどっちが勝つと思いますか、イキリスト対ルイージね。僕ルイージに30万ペソかけます。負けたルイージ負けた。俺ルイージ勝つと思ったんですよ、マジかーと思って。最初いい感じだったんですよ、あのもつれるまで。うんガチャガチャやってる時はいい感じだったんですよ、あこれ打撃だったらあるぞ。そしたらもう組まれちゃってね、バック取られてチョーク。うん、いや冗談でね、30万かけようかなって言ってた。うん、大丈夫冗談だから、金払うわけないでしょ。うん、でスネちゃまがこのままだとルイージが勝ったら株上がっちゃうわって言ってて、俺も勝つと思ったから、これはでも株上がってもいいと思って、これ勝ったらかっこいいなと思ったら負けちゃった。秒殺チョークスリッパ。うん、あれ落ちたのかな、落ちたって言ってるけど落ちてなくない、あれ落ちた、ただ顔真っ赤になっただけじゃない。俺あんなグローブ、でっかいグローブはめてて落ちないと思うけど、落ちてないよね、落ちたのあれ。すぐ立ち上がったよね、落ちてなくない。
まあレフェリーがエキリストさん寄りだったっていうのもあるよね。痙攣してた？本当？本当に？ちょっと VRA ちょっといい流して。実は僕録画撮ってたんです。録画いいです？検証していいですか？いいですか？VAR 判定いきます？スローで見ます。じゃあ何これ上に乗っかってボコボコにしていいの？どうぞ。これもグローブなんで、グローブはあんまり。グルメです。そう、こっから長いんだよね。ちょっと飛ばす。ちょっとぼやけるんだよね、アウトカメラと。皆さん、右下ナイスだけお願いしますね。はい、スタート。ちょっと待って、横モードにしようか。横モード、ちょっと横モードにしようか。あ、横だとこうなっちゃうのか。あー、俺縦で撮っちゃってた、ごめんなさい。縦で撮っちゃった、ごめん。いや、落ちてないよな。あ、一回で立てなかったな。でも一回クラってなったな。でも落ちてない、クラってなったな。一回立てなかったな。すぐすんなり、ほら、落ちてんのこれ。なんで首絞めんの？カメラアングルゴミかよ。立とうとするけど一回落ちかけ。あー、ルール分かってないもんな。いや、この打撃ちょっと見てもらっていいですか？打撃押してるよね。もう掴まれちゃって、組まれちゃってね、バック取られちゃうんですよ。何これ、ほら、おっと、こんなでかいグローブで落ちるまで入るかね。認めた？落ちたって当たってんだよ、パンチ。これ嫌がって組んだんだよね。だからエキレストさんがね、打撃うぜえなと思って。重かったんだね、打撃が。カメラ下手くそすぎな。ほら、あ、分かってないね、これ。なんで首絞めんだっつってんね。うん、あ、レスリング経験者なんだ。原田さん、なんで原田さん、ありがとう。なんで原田さん来た。原田さん、なんて腕入ってるから決まってる？決まってんのこれ、落ちたの？じゃあこれ決まってんのこれ。落ちた。じゃあこれはルイージの負けってこと？落ちてないけど決まってる。あら、ルイージ負け。決まってた。総合ルールって言ってるから反則ではない。なるほど。あ、このグローブでね。確かに。ちょっと原田先生に電話してみますか。
原田先生にちょっと解説してもらいます。原田先生、じゃあちょっと LINE しますね。どうなんですか、プロから見てね、あの試合運びどうだったのか。原田先生の LINE が、どれだ、原田先生がね、だいぶ連絡取ってなかったんでね、どれか分かんないですよね。どれですかこれ、原田先生。あ、いた、電話します、ね、今、解説。あ、もしもし。どうも。あ、どうも、原田先生、この試合見てちょっと解説お願いしたいんですけども。ちょっとたまたまつけたらやってたから、おーって見たんですけど、プロの目線から見てどうでしたか、この試合。いい試合でした。ルールが一応ですね、あの MMA ルールで、でボクシングのグローブをつけての試合だったんですけども、これはどっちが勝っていうか、どっちが負けなんでしょうか。これだから総合ルールでしょうね。僕もあの捨て頃の時、ツーノチンさんとやった時も、僕でかいグローブなのやったんですよ。あ、そうでしたね。オープンフィンガーじゃなかったですよね。そう、初めてあれやったんですけど、僕もあのグローブだと入んないと思いきや、あのちゃんと腕入ってたんで見たら、あの深くっていうか、あの肘のところに入るんですよ、首が。普通にチョークスリッパで入ってるんで、決まってましたね。で、事前に寝技ありっていうルールもなんかあったらしくてね。あ、でも喋ってますね、僕ちょっと見たんですよ、そしたら総合ルールだよねって、グローブのままねみたいな感じだったから、総合でやるんだって。ただ配信的にチョークで勝って、なんかあ、つまんなみたいになっちゃった部分があると思うんですよね。すいません、だから配信者だったらもう一回これボクシングルールで戦った方がみんなしっくりきたかなみたいな、まあ正直思ったけど、でも、10日にプレイですもんね、ルイジさんがね。そうなんですよ、10日に試合なんですよね。直前でやって怪我したら、あれだなって見たんですよ。だからこれで終わっていいかなと僕は思いました、流れ的には。もう一試合やった方が良かったですか、やっぱり原田先生も。いいじゃないですか、ね、あそこまでイチャモンつけられてね、こう首絞められてチョークで落ちちゃって、後からルール知らなかった、ボクシングルールでもう一回やってくれっていうのは、どうなんですかね、原田先生的には。まあ、総合ルールって言ってたんで、僕ははっきり見てました、聞いてました。聞いてました。でも、あれでも、あそこまで待たしといて、まあ、ポンさんがその財布なくしたとか、その下りで、まあ、20分ぐらい待たされてるんですよ、リスナーさんは。それで、あの、用意ドンで始まって、ファイで始まって、グダグダして、最後にチョークで、決まっちゃってね、なんか、もっとバチバチの試合が見たかったんですよね、リスナーさん的には。確かに。で、土下座真似して、もう一試合やってくれって言ったのにかかわらず、逃げちゃったのは、やっぱり、やっぱボクシングだと分が悪いっていうのが分かったんですかね、イキリストさん的には。多分ボクシングだったら、体格意外とルイさん、体がでかいですね。太いんですよね。太いから、打撃でやったら、ルイさん強いのかなと思ったんですよ。今度ちょっと見たいですね、じゃあ。見たいですよね。だから、あの、10日以降に、もう一回試合組んだ方がいいっすよね、これ。そうですね。まあ、01対ルイジの試合もあって、そのダメージもちょっと加味してなんですけど、で、これ、10日にですね、あの、01とルイジさん戦うんですけど、プロの目線からいくと、どっちが勝ちますかね。ルールはその時は何ルールが確かボクシングで、変なルールなんですよ。あのね、ゼロワンがキックなしで、ルイージさんがパンチとキックありなんですよ。あ、なんかハンデマッチみたいな感じ、ね、そうなんですよね。蹴りがありなんですよ、ルイージさんが。はい、でもね、経験者なんですか、ルイージさん。ルイージさんは、ちょっとわかんないです。ルイージさんキックありなんですよ。ゼロワン勝つと言いますよ。ゼロワンの、この前あの、キングさん、見たんですよね。で、やっぱゼロワン結構あの意外と気持ち強いっていうか、怖いやろみたいな感じで、配信でも回ってるってもあるけど、結構ね、見てたら、あれだと、俺ゼロワンの方が勝ってたんですね。で、ジェジさんも、あれですか、リハビリで試合やるんですか。僕もちょっとあの肩ね、あの、はい、オペしたばっかりなんですよ。あ、お疲れ様です。はい。なんで、ちょっと今、なんですかね、今、ばっくりいっちゃうんですね、今、ちょっと動かすと。まだ
ちょっとまだ、まだ傷が縫ったばっかりなんで、まだ早いですね。ちょっと安静にしないといけなくて、もう本当だったら僕バチバチの試合やりたいんですけどね、誰でもいいんですけど。見たいな、セイさんの試合見たいな。あとパルパルとミニラなんですけど、どっちが勝つの、勝敗予想をお願いします。いや僕ね、パルパル君のオファー来たんですよ、ゼロワンから。ええ、ハルさんやりませんかって言って、ええ、で俺前に、スパークって大会やろうとした時あったり、ありましたね。そう、あの時練習会でパルパル君やった時ね、めちゃくちゃ動き早いんですよ。マジっす。パンチ重いんですよ、見たら。ええ、でほらなんか、まあ、バック中じゃないけど、通り疲れてるか、運動神経って、めちゃくちゃ、あれパンチ、あの体重でパンチだったら多分僕でも多分やばいんですよ。ええ、そんな強いんですか。超パンチ力あったんです、早かったし。パルパル。で、そう、ただそのスタミナとかわかんないんで、でもミニラも強いですよ。キックボクシング経験者ですよ。あ、経験者ですね。僕、その辺が経験が分かんないですけど、見たことないんですけど、でもパルパル君のあの動き一回だけ見たんですけど、いや強いと思ったから僕は正直逃げました。ちょっと僕危ないっすね。あ、そんなに。じゃあここはじゃあもうパルパルの勝つ予想でいいですか。強いと思いました。じゃああともう一つのカードが、ドレさん対天然ストレートなんですけど、ドレさんって強いですよね。絶対来ないでしょ、あの人。いや、来ますよ。来ますよ。ドレさん。ドレさん。何歳今、なんか60ぐらいだっけ。50超えてますね。なんか最近痩せちゃいましたよね。還暦超えてる。60歳。でも、天祖さんも経験者じゃないですよね。未経験ですね。ど素人です。これで、どうなっちゃうんですかこれ。原田さん、来ます？10日に。どこでやるんですか。墨田区の、確かネオさんのボクシング会場かな。俺一回行ったことあるんだよね、確か。せいちゃん行くんですか。いや、僕も行きます、当然。じゃあ見に行けます。なんか解説じゃないけど、なんか解説行きますか、勝手に。枠つけちゃいます、勝手に。勝手にこっそりつけちゃいます。ベストアングルで。リリーさんがいいですかね、カメラマンは。いや、カメラマンはリリーダメです。2人で解説枠やっちゃいます。いいですか、こっそり。入っちゃいますでしょ。勝手にこっそりとか言って。でも今行っていいんだったら、まあ、なんか手伝いこだれば行きます。なんか、でもちょっとアップとかね、試合前の。誰来るんだろう、他に。いや、結構来ますよ、多分。本当ですか。スパーク開催しないのかって来てますね、コメントが。スパークはちょっと、やんないんですか。もうちょっとあのメンバーをまとめるのは僕には無理だ。あ、無理ですか。やっぱりちょっと、原さん来てって言ってますね。行ってんだったら行きたいですね。うなぎをも一緒に。10日、まあ日付変わってもう明日なんですけど、今日9日で。全然行けますよ。車ありましたっけ。車ありますよ、僕。迎えに来てもらってもいいですかね。足がね、新宿。ああ、全然いいですか。いいですよ。墨田区までちょっと、はい、翌日東京で、次の日うなぎ釣り。いや、うなぎ釣りはまだダメなんです。でも予定あるんですよ、東京で。格闘技見に行く。なんかあるんですか。ちょうど見に行くの、格闘技。あ、そうなんです。女とかじゃなくて。女じゃないですか。じゃないです。格闘技見に行くんです。あっちの方はどうなんですか、最近は。あっちの方はやっぱり冬眠中ですね。あ、うなぎと一緒で。うなぎは冬眠中。あ、ちょっと14時から5時。じゃあ午前中からちょっと前乗りみたいな感じで10時ぐらいから入っちゃいますか。全然いいですよ。はい。ねえ。せい先生ついてきました。まず迎えに行って。ええ。はい。行っちゃいましょう。はい。じゃあまたその打ち合わせで盛り上げちゃいましょう。はい。じゃあよろしくお願いします。わかりました。解説的には見てたら、はい、イキリストさんの勝者、イキリストの勝ち、ルールも問題なく、問題なかったと、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、失礼します。よろしくお願いします。はい。勝手に言っていいのこれ？いいの？午前中入れないの？いいの？配信サイトはどこでやるんだろうね。リアタツありって言ってたもんね。そうだ、俺は配信しなかったらいいんでしょ、行けば。よっさんもね、いいよね。
あ、来て欲しがってた？マジで？じゃあ行くか。セイジ来るでしょって言ってた。うん、あ、ツナ連れてくる。ランドガール、ツナはそれエンタメやん。ツナは別に大丈夫じゃない？聖司さん、聖司さんって言わないでしょ。今あれ、ゼロワンが好きなんでしょ、うん、俺のことなんかもう眼中ないでしょ、ツナは。今ゼロワン、ゼロワンでしょ。大好きなんでしょ、ゼロワンが今。うん、聖司来るからツナ留守番って言ってた。へぇ、聖司はもう忘れたでしょ。もう俺、聖司はまだまだ聖司しつこいね。まだ聖司、聖司ってんのしつこいね。マジかよ。皆さん右下ライスお願いしますね。今来た人、師匠に会いたいって。師匠じゃないんだけどな。ナイス忘れてないですか皆さん。右下ナイス300ナイスちょっといいですか、お金返せないでしょ。30万もどうやって返すの。無理でしょ。 100% 無理じゃない。返済プランがないでしょ、まるで、無理じゃない。どうやって返すの。 100% 無理だと思う。売名にはなるけど、ツナを応援する人つかなくない、20万あげるって毎月。あ、じゃあ2ヶ月、あ、待てよ、20万、2ヶ月で40万。でも酒代とか飯代とかいろんなのあるじゃない、聞かれるのが。たまるか。30、3ヶ月ぐらいなんて無理じゃない。払えんのそれで。酒代は、飯代も出すんだ、まかない月。でも、マジでそこまで借金してたのかって感じだよね。そこまでしてた、逼迫してた、稼げてなかった。貸す方も貸す方じゃない。でもね、3万とか絶対返ってこないじゃん。なんで貸すかな、そんな人が。絶対帰ってこないじゃんね。一人ゼロ率だって。何が。あ、一人その貸してる中で一人がゼロ率なんだ。32万、やばいね。1ヶ月だけ20万あげる。その後13万はツナが配信で貸す。ああ、それもいいね。全部が全部負担じゃなくてね、ちょっとは稼ぐ能力を与えてあげて、あとはお前でちゃんと返せよってことね。でも全部13万は稼げないんじゃないか。あくびちゃんっていう人に20万。あくびちゃん、あれ、あくびちゃんって、俺もいるな。あくびちゃんって、俺もいるな。あくびちゃんって投げてもらってる人、総合フォロワー。違うかな、違う人かな、同じ人かな。あくびちゃんっているんだよ、一人。同じ人かな、その人。爆投げさんいるな、うちにも。あくびちゃん同じかな、同じ。あくびちゃんっているで、うちにも来てくれんで。その人なんで貸しちゃったかね。同じ人、あら、同じかもね。ツナ何に使ってんの、何に使ってんの、ツナは。酒でそんな使う？ 30 万も使う？酒だけで。いや、葉っぱ入ってないだろ。宿泊代か。黒ラベル大人買いして どこで冷やすの？家がないのに。大人買いしても冷やすとこないで。その都度その都度コンビニ行って買ってんでしょ、多分。今来た。いくら借金？ 32 万。いや、覚醒剤やってないんじゃない。女用風俗、いや、行ってないんじゃない。外で冷やしてる。毎日10本、まあ300円として3000円か、それが一月、
30日 9万か酒だけで。6本飲む500ミリ、結構いっちゃうな、9万。いやホストは行ってないでしょ、ホストは行ってないと思うよ。うん、500ミリでしょ、すげえな。なんで30万もいつから借りてんだろう。っていうか絶対さ、それ返済終わってもまた借りるよね、そういうやつって。これ助けて意味あるんすかって、皆さん。これゼロワンが今はね、間に入ってやってるけど、こういうやつってこれ無理じゃない、また借りるよね、これ。これ構成するかね。稼げなかったらまた借りればいいやっていう精神が治ってなかったらまた借りるでしょ。うん、何に使ってんだろう。うん、まあ人のさ財布とか手出さなきゃいけないね、どっか配信者の家泊まったりした時にね、まあそういうトラブルがあるらしいから、ふわっちって、なんか札幌池ちゃんが言ってたんだけど、配信者のうちに泊まると金がなくなるんだって。その配信者の名前は言わなかったけどね、なんか金に困ってる配信者さん結構いるらしいから、手癖の悪いやつが。うん、金ないやつは本当に疑われるからね、お前取っただろって、綱みたいなやつをね家に泊めるとね。だからゼロワン、そういうの気をつけておいてね。いろんなさ仮想配信者呼ぶじゃん、ゼロワン。今気をつけないとダメだね、金抜かれちゃうもん。うんね、アイコンみたいなやつでしょ。ああ生活保護受けたいって言ってた、受ければいいんだよ。だからああいうやつは生活保護受けた方がいいよ、ツナみたいなやつは。構成できないから絶対。77万持ち逃げしたのかナイロさん、マジで言ってんの。香川さんが長いのに暴行するかしないか心配してる。2回目横領、七色さん僕会ったことあるよね、2回か3回ぐらい配信外でも会ったことある、雨村にいた。うん、77万取ってどうすんの、何に使ってんの、持ち逃げ40万過去に、もうそれ犯罪じゃん。うん、で音信普通なんだ。いやこういうやつばっかりだから、ふわっちも本当に気をつけないと。うん、事件じゃんこれ、親が改心したんだ。うわ、何に使ってん77万って。ボリューム下げらんない、これ一番低い、これ。うん、なくなっちゃう、ごめんね、いつもこのボリュームやってるから、うちら。ごめんね、初見さんかな、ちょっとボリュームはね下げらんない、うちらこれやってるもんね、いつもね、このボリュームやってるから。多分初見さんちょっと音がうるさいかなって思うぐらい。うん、うちらいつもこれだから。うん、ない方がいいの、じゃあ帰ってくれ。うん、そう帰ってくれ、いらねえから、そうやつは。そういつも通りやってるから、うちら。うん、指図しないで、うちらに。そう大事だね、うちらはね。そう、吉村スタイルが。うるせえなーっていうお客さんいたら、おこのお客さんにラーメン代返しちゃってくれ、いらねえから、うん、出てくれ、うん、こいつは本気で死ぬ気でラーメン教えてんだよって、出さらしてよ、うん、本気で教えてやってんだよ、うるせえってなって帰ってくれ、そういうスタイルだから、吉村だから、うちら、うん、情熱持ってやってるから。そう、嫌でしょこの曲ないと。そうそう、吉村の YouTube 見て、うるせえって言われたら返されちゃうよ、お金持たされて、出てけって言われちゃう。5個だけラスコやるです、お姉様です。うん、うちらそうだよ、これでやってるからね、うちら。ナイスダメだよ、ナイスちょっと押してくれる、みんな。ナイス300ナイスないとやる気あるの。ナイス、ちょ、ナイス勢が少ない、パチコメ勢のバイト多いんだけど、ナイス押してくれるバイトがマジで少ない、260人しか
休んでんの？ナイスをしてくれるバイト忘れてる？あのマジでこれバイトだと思う。バイトがいない。押してる？いないんだよね、うちら。パチコメ勢のさバイトはうじゃうじゃいるんだけど、ナイスをしてくれるバイトがいないんだよね。マジで少なすぎん。あの海老蔵さんがさナイス剥奪だってよ。何したの？え、海老蔵さん1位だったんだよ。 YouTube 流しちゃった？ふわっち、そんな厳しいのに、知ってんのにね、誰もが知ってるバンになっちゃったなんて。海老蔵さんに押したい人はあのここ押してくれる？海老蔵リさんだ、ここ押しちゃって。海老蔵さんナイスできない。うん、YouTube ランキング載ってんだけど剥奪、もう押すとこないよ。ナイス増えることない。総合はストップ、あの数字でもう増えることがない。で2月のナイスもできない。うん、ダメなんだよ。ナイス押すとこないんだよ。復活してないでしょ、もう剥奪でしょ。復活だよね。だから運営さん的にもちょっとお荷物的存在だったかもしれないね。アイテムは上がんないけど、あのナイスだけ取っちゃうでしょ。ないでしょ、ナイスボタン。だから押せないんだよ。だナイスちょっとこっちいいっすか、ちょっと応援してもらって。ええー、そう、1日まで剥奪になっちゃう。ちょっと海老蔵さんからナイス乗り換えお願いします。うちらにおっしゃって、ちょっとこっち、うん、ワンチャン俺繰り上げあるかもしれないから。今3日間ナイス休んでるからさ、ちょっと助けて。ナイス肩手術して頑張ったのね。頑張ったのよ俺。ナイスお願いします。うん、そうだろうね。ナイスだけで賞金持ってく配信者さんはちょっと煙たがれるよね。うん、あ、リリーさんおすすめ規制か。ちょっと待って、リリーさん、そうすると閲覧順でも出ないってこと？ただのおすすめ規制だったら誰でもできる、あるんだけど、閲覧順でも出てこないとかなり痛いよ。リリーさんどっち？閲覧順でも出てこない。右下にある拍手ボタン、ナイスってあるの、それ押してくれる？高評価ボタン押せる人いたら。どっち？俺もおすすめ規制、ゼロはもうおすすめ規制。うん、閲覧順にいないの？なんでだそれ、なんでだ、何やっちゃった？当て逃げ事件？うーわ、それ痛いぞ、それは痛いぞ。何やっちゃった？生きる人の乳首版か。あー、カメラアングルな。格闘技だからといって生きる人が着替えるときに裸になったのよ。よし着替えてやるわって、フェンディのセーター脱いだのよ。で格闘技やるから動きやすい服に着替えようとしたんだよ。乳首映しちゃったのよ。それか。うん、視聴者数順にはいるよって言ってるよ。どっちなのそれ、閲覧順にいるの？じゃあいるんじゃん。ただのおすすめ規制じゃ大したことないね。閲覧順でもいなかったらかなり痛い。うん、だから素人がああいう現場行っちゃダメなのよ。わかる？あ、イケースが自分ですって言ったの。うん、もう勝ちないし、あれだね、イキリスト的には自爆でやりたかったんだけど、あのソフトバンクのキャリアなんだよ、イキリストね。であそこで電波が生きてたのが au のリリーさんの端末だけだったんだよ。そう、だから運が持ってない。だからプロの配信者だったら3キャリア持ってたよね。ドコモ、ソフトバンク、 au、 これカズグンソさんやってたから。うん、あ、いないんだ閲覧順で。これ徹底しないとダメだよ、イキリさん。ちょっとね、もったいなかった。自分のね、あの見せ場なのにリリーさんの枠でやるしかなかった。うん、イキリストは規制はかかんないと思うよ。うん、電波がクルクルだったの、もったいないなと思って。でもイキリストもカメラワーク下手くそなのよ。うん、どっちも下手くそなの。うん、だからああいう時はちゃんとカメラアングル考えて
移してくれる人じゃないと任せられないね、うん、あれでかい現場は下手くそすぎ、うん、マジで見てる人はイライラする、うん、あれはダメだわ、上から目線で悪いけどね、うん、あと仕切るやつがいなかったでしょ、仕切り人が、あのグダグダでしょ、あのポンちゃんが財布なくした、どうでもいい、そんなの後でやって、司会進行、あのグダグダさせないで、5000人6000人いるんだから、もう見てる人イライラする、あれ仕切り人なんでいないので、ポンクに枠を譲らせる、いらないから、そこは閲覧持ってる人が一人でやればいい、他の配信者全部切っちゃっていい、一人で独占生中継でいいんだって、電波のいい人、うん、でちゃんと仕切れる人が一人いないとグダグダになっちゃう、財布どうでもいい、後から終わってからみんなで探せばいい、それ展開につながるじゃんね、試合が終わった、じゃあ飯でも食いに行くか、違うでしょ、ポンちゃんの財布を見つけたい、ポンちゃんの財布探すぞ、展開持ってくでしょ、次後でいいんだよ、でポンちゃんもまだ配信歴短いんだろうね、あのあったって言っちゃったんだよ、あれをなかったです、諦めます、試合再開してください、ポンちゃんいいの、自分の財布大事じゃないの、いや試合の方が優先なんで、で後から探しましょうっていう枠をやればよかったのね、それでイキリストさんにここにあるから見つけて、ここで言うんだよ、千葉キッチンをするんだよ、イキちゃんこのドアとドアの隙間にあるから、あったよ、あったこれ財布、これでうまくまとまなきゃ、全部だ、そういうところ下手くそ、もうグダグダしすぎ、うん、まあ世代交代はまだできない、あのメンツじゃ無理だね、会社分かってない、うん、そういうのいくらでもできるわけじゃん、下手くそすぎるよ、イライラする見てて、無料アイテムとか後でいいよそんなの、うん、もうリスナーからいなしちゃうかもしれない、まだ早い、うん、いきなり5000人6000人いっちゃったからね、あのメンツでやるしかなかったんでしょ、グダグダしちゃった、ちょっと僕から見たらね、ちょっとイライラしちゃった、もうこうじゃないのになみたいな、うん、もう叩かれるでしょ、せっかくいい場面なのに BGM いらねえ BGM いらねえ春日とか書かれるわけじゃん、うん、そう台本組まないと、そこはエンタメやんか、エンタメさ、僕で慣れちゃうと見てる人がイライラしちゃうのが丸分かり、もう下手くそなんて分かっちゃうでしょ、だからカメラアングル本当勉強させた方がいいね、あのでかい現場なるときあるから、その時に爪痕残さないと閲覧って下がっちゃうね、やっぱりイライラするでしょ、うん、だもうちょっとそういうアングル勉強させなきゃダメかもしれない、若い子な今のフワちゃんの F4 ね、うん、そうプロレスはイライラしちゃうから、明日ね東京帰ってちょっとイキリスさんに教えてあげようと思って、あ10個ありやすどん作らすかい、もうちょっと勉強させないとダメかなと思って、あお姉様ありやす、ええ、そういうところからちゃんとやっていかないと、配信っていうのはね盛り上げていかないと、うん、学ばないとちゃんとアングルがね、いつも広角レンズ使わないからね、いつもね、うん、もったいないのよ、もったいない、ここでもうちょっと ここをアングルこうしたらああしたらいいのにっていうのがいっぱい多々あるから、うん、翔平ね、もったいないわ、あれだけ沸かしてんのにフォロワー1万人いってないでしょまだ、そういうとこなんだよな、プロ意識が、うん、センスはあるんだけどね、センスはあるんだよ、もうイキリ倒すでしょ、黒川ハイツの前って
警察呼ばれたっつっても日寄らないでしょ、帰らなかったでしょ、うん。